おはようございます。ジレット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。はい、深夜撮りですね。そう遮音シートが来たんだよ。アパートに、新しいアパートにさ、使う遮音シート、これね、めっちゃ重い。届いた時やばいと思ったもん。めちゃくちゃでかくてさ、何これって思ったもん、正直。遮音シートと、吸音材、はい、買いました。うまくね、貼れたり、ちゃんと効果が出るといいんですけど、なんとも言えん不安感があります。はい。というわけで今回はね、いよいよお待たせしました。魔物使い、レベル99のお時間です。もう、お待たせしましたですよ。はい。伝説の魔物使いね。はい。これ買って、もう僕の本業、モンスターマスターをやりたいと思います。さあ、こういった腕を掲げています。腕を前に出しているやつですね。伝説の魔物使い。こいつに勝ってモンスターマスターになるんや。ワイはモンスターマスターになるんや。でもこいつ強いんだよ、本当に。腕組んでるやつよりよっぽど強いんだよ。いやー、上から来るぜ。上からね、空からやってきましたよ。伝説の魔物使い。ピエールとゲレゲレという強力な魔物を携えて、やってきましたよ、こいつが。で、HP がね、2700なんだよな。この HP をどう覆すかですよ。というわけでですね、こちらも HP で対抗します。行きましょう。いや、でかいでかいでかい。でかすぎるんだよな。ドラゴンライダー、悪魔の騎士、ドラゴンですよ。HP 3068なんじゃん。HP 負けはしてないからね。もうね、5の主人公といえばこの曲が似合います。はい。まあ別に腕組んでる人でもこんな曲流れるんですけど、5の主人公と戦うにはさ、もうこれ以上の BGM はないですよね。さあ行きましょう。この HP 3068度でね、驚異の HP で戦うと思います。確か向こうでもオーブたまんのか。でもじゃあ光の玉で逃げ切りって難しいのかな。あ、でもジャンプ切りでまひんなよ。よし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 。いけ、久しぶりだね。いくぜ。ドラゴンコンビネーションで、はい、よいしょ、はい、よいしょ。あん、コンビネーションおい、コンビネーション頼むわ。コンビネーション見せてくれよ、そこは。ドラゴンライダー頼むよ。光の玉でさ、勇気逃げしようぜって言ってんのにさ、勇気逃げができないパターンになっちゃうぞ、このままじゃ。とどめ打たれて負けるのはやめてくれよ。魔物なし、大丈夫かな。いや、大丈夫でしょ、さすがに。魔物どころか、こっちはもう悪魔ですよ。いけ、ドラゴン。はい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 。当てろ、バン。頼むよ。おい、頼むぜ。まだ1ダメージも与えてねえじゃねえか。頼むぜ。よいしょ。よし。ビッグドボクル200、だいたい200与えてんね、一発で。お前が強いじゃん、じゃあ、やっぱ。頼むぜ。うわ、いいね。いいダメージ出た。かなりいいダメージ出た、今のは。ただ、勇気負けしてんな。ミスが響きすぎてる。ミスが響きすぎて、勇気負けがしそうではある。突撃はラッキー、むしろ。みんな打撃硬いからね。おー、ドラゴンライダーがいけるね。いいね。さあ、このビッグトマホークをね、かなり強かったよ。一人当てれば70。よいしょ、よいしょ、いいよ。これが2回攻撃だからね。これ、悪魔の騎士がガンガン削ってくれる、今回は。いくぞ、せーの。あ、よいしょ。まあ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 、しゃあないしゃあない。十分当ててる。大丈夫。今度は頼むぞ、お前。オッケー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 。はい、オッケー。いいよ。308。いい打点、いい打点。普通にいい打点だよ。お互いスペシャルカード使ってねえな、てか。うわぁ、わかんねえな。スペシャルカードお互い使ってないから、なんとも言えない状態。来たよ、このドラゴンの息。これがクソ強いんだよな。でもドラゴンは、ドラゴン系がいるからね、火は大丈夫だと思う。うん。大丈夫だね。オッケーオッケーオッケー。ドラゴンの息にはだいぶ耐性を持ってる。一気に頼むぜ。煉獄ギル、よしよし、大丈夫、しっかり当てれば大丈夫だよ。これ光の玉使っとくか。光の玉使いましょう。進化の表になっちゃったけど。勇気負けするわけにはいかないでしょ、さすがに。勇気負けはするわけにはいかないんだよ。2700を削るって結構難しいから、本当に。おっと、向こうも、これ何使ってくんの。あっ、パッ、父さん来たよ。戦いのドラム、スーパーハイテンションですか。なるほどね。さあ、わかんなくなってきたよ、これは。お互いまだわからない。
テールタックしっかり当てていけ、しっかり当てていけ、よし、でかい、もう一撃当てるのでかいよ、それは。いやいや、しっかり当てて、突撃はラッキー。よしよし、しかもドラゴンレード、今日ドラゴンレード調子いいな。その調子で、いくぞ。煉獄斬り、よいしょ、よし、よし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 、いいぞ。さあ、ここにビッグドボム、行ってこい。これ悪魔の騎士が強いんだよ、本当に。はい、行くぜ。はい、あー、よいしょ、いいね、全員当てればもう270。いや、270じゃない、強すぎる。210。さあ、もう一丁、あー、よいしょ、はい、いいね。あ、これいける、削り切れる、これは。あ、わかんないね。スーパーハイテンションから守るならしだもん、こいつ。パパのドラム聞いた後にスーパーハイテンション守るならし。こいつ、魔物なしの命中図どないなってんの。まあ、スーパーハイテンだから通行はないね。はい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 。ゆっくり詰めよう。これ多分押し切れるわ。てか思った以上に。偽大学押し切れるわ。あんなに攻撃外したらバカすか外したの。多分これ悪魔の騎士が強すぎるんだな。大丈夫。さすがに。うん、逆転補正、ここで逆転補正来る。ここで逆転補正からの通行。さあ、わからなくなりましたよ。魔物なし、ここでなんか、あー、ここ食らうか。しょうがないな、これはしゃあないかな。このターンで削り切りは無理か。飛竜斬り、あ、でもこれドラゴンで激しい炎いけるか。激しい炎吐き出す、ジュワジュワ。いや、でもこれは逆転補正があろうが大丈夫。逆転補正がなくても大、いや、これは大丈夫かな。よし、終わった。これは勝ったかな。何ターン目か分かんないけど、判定が、え、待って、これ大丈夫、これさ、ワンチャン、これさ、次のターンにさ、向こうがみんな早かったら負けない、ゲレゲレとピエールとみんな早いからさ、そのあたりがめっちゃ痛恨出してきたらもう負けだよ。いや、大丈夫、そんなことはない。この状況から負けるなんて、あ、ま、お、あ、ちょっと待って待って待って、ねえねえ、ちょっと待って、考え直さない、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっとそれもおかしいよ、ちょっと考え直さない、ちょっとねえねえ、君たちちょっとやってるよ、やってんな。神は言っている、ここで死ぬ定めではないと。いや、意外と2700を削り切れることが分かりました。はい、なので、削り切ってみます。はい。こちらのチームですね、何かと言いますと、まあ、全部物理攻撃です。はい。なんか以前やりましたよね。つまり、ここでメルヴィンだよ。わかってる？メルヴィンで一気に削るんだよ。そう、これをね、物理攻撃2倍のメルヴィンを使って、全部物理攻撃なんで、はい。ただ、もちろんその短所はあるよ。短所はある。命中率は悪いし、こいつら。え、まず、おい、嘘だろ、ここで魔物なしで止まったらお前やってるよ。それはお前やってる。ここに、お前が一番先に動いて魔物なししたらそれはやってるんだよ。おい、嘘だろ。もうやってる。お前本当に何なの？ねえ、大会モードの補正って何なの？この補正何なの？本当に勘弁してほしいんですけど、それ。でも大丈夫。これ、鉄球マシンと悪魔の騎士がやってくれるよ。頼むぜ。二人で何とかしてくれ。二人で何とかしてもらうしかないわ。本当にもう、大会モードはいつもこれだ。行くぞ、アイアンスロー。いいよ。全員当てていけ。これはもう全員当てよう。なんで？ビッグトマホーク。よし、来た！これ、無心攻撃からのさ、このビッグトマホークがやばいぜ。行くぜ。あ、よいしょ。あ、よいしょ。もう、もう。いや、ほんとにちょっと待って。それはお前やってるって。ちょっと、それはずるいよ、お前。それずっとしてたじゃん。よっしゃ、オッケー、なんとか勝てた。本当にもう、いったん、あんまり無心攻撃なんか使えなかった印象がすごいんだけどさ、これはもう、無心攻撃は使えないんじゃなくて、向こうがやっているだけなんだよな。このやってる補正をね、どんだけごまかせるかだからね。さあ、もうスペシャルカードないんで、スペシャルカードないからこれ怖いな。普通に怖いよ。ドラゴン抜き。うわぁ、さっきより食らう。頼むぜ。削り切るしかない。もう。削り切るしかないんだよ、俺らには。
行くぜビッグトマホーク。よし、よくすでにやってたね。悪魔の騎士がやっぱこれ強えな。もう DLC どんだけ振りたいの。もう DLC をさ、なんかもう普通に再現なくもう使ってるんですよ私。恥じらいなんてもう捨ててるじゃん。プライド捨ててんの。もうプライドもう思いっきりプライド捨ててるじゃん。これ振り回す、当てていけ、ここ当てよ。あ、OK、よく当てた、それはすごい。普通に全体攻撃でいこう。もう全体攻撃でいこう。全員全体攻撃しよう。620ないよ。よほど変に避けられない限り、麻痺とかしない限り大丈夫。何使ってくんの。え、嫌な予感がする。魔物なし2回コードが何、ジャンプ切り2回コードとか捨ててくんの。ここでアリーナを使ってくんのかよ。おい、父を捨てるなよ急に。ジャンプ切り、ちょ待て待て待て、ここでまさか、まさかこれ、まさかこれってさ、勇気たまんない向こう、大丈夫、麻痺んなよ。おしおしおし、麻痺んないのはでかい。ここで麻痺らないのは大丈夫だよ、鉄橋親父。はい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 、まあ2回攻撃な分ね、会心が出ないなら。でも待って待って待って、これ勇気向こうたまりそうなんだけど、この印象は。いや、どうだろう。よし、ここでラリアットいけ。大丈夫、いける、よいしょ。まあ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 、いける。ここでビッグトマホークで。頼むぞ DLC。勝利の決め手は DLC なんだよ。おかしいな。俺これ一発で勝った覚えんだけど。ここで決めれるか。ここで決める。ここで、悪魔ののビッグトマホーク。あ、よいしょ。ここで決めてられないあたりね。あ、勝った。来たわ。来たわ。さすがに行ったべ。よし。俺こんな苦戦したっけこのゲーム。きたー、モンスターマスター本業来ました。はい、いよいよ本業も来ましたよ皆さん。さて、モンスターマスターになったんで、早速ねモンスターマスターを振りかざしていきたいと思います。マスターダブルスキャンのね、正しい使い方を見せてやるっていうのね、マスターダブルスキャンを駆使してね、このね、気候弾あるじゃないですか。キラーリカンドの。この気候弾の威力がすごい高いんですよ、ブレス攻撃で。爆発属性のブレスなんですけど、威力がすごい高いんですよ。なので、この気候弾の威力をさらに上げてみました。結構出んじゃないかな。うわ、ビアンカ、わっき。さあ、で、死ぬことはね、耐久力をちょっと上げて、スライムは称号効果ですね。はい。その結果、めちゃくちゃ素早いです。行きましょうか、スラストライク。行くぜ、モンスターマスター。行ってみよう、よいしょ。いいね、普通にいいダメージ出てるわ。やっぱモンスターマスターになると突然強くなんだこいつ。魔物使いの時ってなんか強くなったかなみたいな感じあるけどさ、モンスターマスターになると途端に強くなんだよね、こうしてみると。あ、実感できる強さだよね。ガトリングアタック、炎のリングを選んだからってちゃんと選んできやがるよこいつら。ちゃんと選んでくるもんな、しっかりしてやがる。あ、普通に全員食らう。あ、でもここ一体のはすごいね、ラッキー、ラッキー。疾走とくずき、それは一体攻撃。なるほどね。ただ、ここで痛恨出してくるとか。おー、出ない。あ、でも炎に、あ、炎に強いね。キラリカくん。だいぶ強いね。しかも。ゆりかご、ここでゆりかご選ぶあたりはね。まあ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 。お、いいね。キラリカ頼むぜ。さあ、このね、マスターダブルスキャンで上げたブレス力見せてみようよ。気候弾いけ？お前のその上がった威力見せてくれ。見せてくれ。爆発ブレスはやばいぞ！やばいぞ！にょーい！うわ、208はやばいね。待って、208はやばくない？貯めるとかしてないんだよ、まだ。だってさ、ドラゴン種じゃないと、高いブレスの威力って出せなかったんだよ、今まで普通。そのドラゴンの威力を超えてるよ、正直。200はやばいよ。貯めるもなしで、それ出てんのはやばい。毒種とかいう、なんか残念技はあるけど、残念ね。それを差し引いてもやばいな、気候弾。はい、ここで痛恨ね。まあ、それは分かってたことだ。分かってたことだよ。まあ、それは分かってたことだから、まあ、驚かないわ。いいね、ヒットサイクロン。よし、この3体で一気に返すぞ。これ返すぞ。みんな。いや、キラリカくんがやばすぎる。これ。気候弾強すぎる、このゲーム。へぇ、やっぱブレスがやばいな、このゲーム。よいしょ、いいね。大丈夫、大丈夫。キラリカ君、気候弾やってくれるから。こいつめっちゃ強いから。うん。やってくれ。さあ、気合の塊、気候弾、爆発ブースだ。おら、おら、強い。強
強すぎ強すぎそれは強すぎだ。さあスラストライクを打っていく。あよいしょナイス、それはナイス。ラストはキス。マジかよ、え強すぎだろ。気候だ、はい、というわけでですね、まあ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 せっかくなんで、さっきめちゃくちゃ頑張ってくれた悪魔の騎士もマスターダムスカーしましたもう軽く出してこうぜってことですよ。まあリックドマホーク今まで昇降効果であんな感じだったんですけど、マスターダムスキャンを施しましたよ、火力が上がるね。はい、そしてお供はキースターゴンディラハンというね、まあ前なんか初めの時もなんかこんな感じでキースターゴンディラハンだったよね。はい、おっと151効いてる、151効いてる、だいぶ効いてんね。いいよいいよ、さすがにブレス威力上げただけあるわ。モモンちゃんの嫌いではもはやしょうがないというレベルでしょ。ダイモンダストワオ結構食らうな。悪魔の騎士なんか結構いろんな弱点多いなお前水鉄砲、まあ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 大丈夫大丈夫大丈夫、キースラゴンカバーしてる。そのあたりはぶん殴る、怖い怖い、はいはい大丈夫大丈夫。さあ行こう、さあ行こう、マスターオブスキャン上げたね、力を存分に振ります。行くぜ悪魔の斧、ビッグトマホーク、ああよいしょドン。ああ 99、70 か、あ目に見えて上がってんな。戦士に70だ、バトマスか、バトマス70出てんのかお前、はっ、ちょっと待って、それは違う、それは違う、それは違うよ。デューラードン、オッケー、よかった、デューラーよく当てたね。はいよいしょ433、デューラ、デューラがめちゃくちゃ頑張ってんじゃねえかよ。あくまでもうちょっと頑張ってくんねえかお前おっとここで来るか、あれ捨ててくださったっけこいつ、確かそうだね。なんかこのターンの2択怖えな。そうだこのターンは 2択で来るぞ。おーおお、モモンジャ、モモンジャどうした、モモンジャ2択を外していく。さあギガンテスは、ギガンテスも2択を外していく。キズシ分かってくれるね。悪魔の騎士のいいとこ見せたいもんね。そう分かってくる、来たよ悪魔騎士、お前期待に応えろよ、頼むぞ。モモンちゃんとギガンテスが外してくれたんだよ、お前も行け、期待に応えろ。あよいしょモモンちゃんに常に当たらないの何なんだよモモンちゃんに当てようぞ1回ぐらいな。ビッグトマホーク、はいはい、よいしょ、わっえ一発250か、すげえ、スターフレア並み出てるってことか、全部当てれば、全部当てればスターフレア並み出てんじゃん。じゃあめちゃくちゃ強えな、そう考えると全員2択外しやがったこいつら全員2択外してしまったぞあいつ期待に応えろデューラ、お前も期待されてるぜ、ゴー、よく出たね、はい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 、オッケー、いいよ、よしここはもう詰めよう、普通に普通に行こう、これワンちゃんもうこれで終わるよ、はいよいしょ、あ耐えてる、16で耐えた、デューラ、イサメシ俺の歌を聴け、 USA、 はあ